さあというわけで井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあということで今日もねプロサッカーデータマン先生と、まあ、雑談じゃないですけど今日の話題はどんななんかあります先生。いや、先週というかね、我々土曜日に、はい、まあ、20時間配信なんてやらせていただきましたけど、練習試合をね見まくったというね、見まくったと、ちょっと見すぎましたね私。見すぎましたね。ああ嬉しかったけどね。でもなんかね、また今度は、はい、6月の20日土曜日に、鹿島アントラーズ vs 町田ゼルビア、町田ゼルビア、あこれもトレーニングマッチ。そうなんですよ。やるみたいで、で思えばこれ4月にこのカードやる予定ではあったんですよね、練習ね、練習試合。あ、そうだったんだ。そうなんで、なんでその時はまあできなかったけど、ここがついにできるっていうので、うんうん、で我々からしたらこうなかなか町田は先週浦和戦ってのでちょっと見ることできたけど、鹿島はまだ映像で試合って見れてないから。はい、ああ、そうかそうか。やっぱりその確認できるタイミングなんじゃないかってこと。はいはいはい、まあだって各チーム仕上がりとか分かんないですもんね今ね。そうなんです。でその分かんないっていう中で、うん、鹿島ってもともと開幕戦ちょっと落としてしまったじゃないですか。そうでした、ね、そうでした。そうで、ただもともとその時みんな言ってたのが、うん、鹿島やっぱかわいそうだったというか、だって、うん、1月までもともと全シーズンのこといろいろやってきたじゃないですか。でまあそう、忙しか、天皇杯がゼロックス、天皇杯あって、うんうん、で結局その後1月の末、うん、で1月の末にはあれじゃないですか、うん、はい、あの ACL のプレーオフ、あーそうだった、うん、もあって、ね、あそこで負けちゃったりしたんだもんね。そうなんです、ちょっとらしくない、疲れてんのかなっていうまま入ったんだシーズンにね。そうそう、オフがほぼなかったっていうところとか、うん、いや本当だよ本当だよね、うん、であとその間にあと今度監督交代なんてこともあって、はあ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 、で結局なかなか練習もなかなかうまくできぬままシーズン入っちゃったっていうところで、うん、そうね、ザーゴさんのね、新監督ザーゴさんの体制はもともと時間かかるって言われてたから、ある意味ちょっと新型コロナウイルスってので、まあ、リーグなかったけど、その間にちょこちょこトレーニングとか先日、はい、増していく機会とかあったわけだから、それを経て、うん、はい、今どうなってんのかってことを確認できるチャンス、はい、タイミングになってんのかなと思っていて、これは我々ねファンもメディアもそうですもんね、うん、注目でございますな。そこで見られるのは嬉しいですよね。あとこれでちょうど収録今し始めたタイミングで、もう一個ニュース出ました、ね、はい、何ですか何ですか。名古屋と岐阜もやるそうです。ああ、そう、これはあれですよね、ちょうど日程が出たからそれを受けてそこへの調整みたいなところもあるわけですか。まあ、そうです、チームにはもうちょっと早く行ってんのか、その日程のことはね、日程来てると思いますが、本当にだから YouTube とかその何で使うかとか、はい、やる、そういうものを含めた上で、まあ、リリースが出たって感じ、なるほど、ね、でしょうけど、はあ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 、そうですね、これは楽しみだし、先生この間あんだけ練習試合を見てね、はい、各チーム仕上がり、まあ、印象値みたいのでいいんで、まあ、データも取られてましたよね、はい、どないな感じでした。全チーム、まあ、特に国内見てきた中で言えば仕上がってんなと思ったらゼルビアですかね、うんうん、あ確かにね、うん、ゼルビアはどこと試合したんでしたっけ。浦和レッズですね。そうだ、ただそれは浦和がどうとかの話じゃなくて、ゼルビアの特に1本目2本目出たスタメンの若手組っていうんですか、30分4本ぐらいやったんでしたっけ。そうです、ね、そうですそうです、うん、まあ、結果は練習試合なんでね、あれですけども、そうですね、45×2 みたいな感じやってるわけでもないから、うん、はいはいはい、他には言えないけど、うん、まあ、ただ上回った印象はねややありましたね、浦和を。そうですね、だからそれ以上に、はい、まずそもそも楽しそうだった、うん、あ確かにそう、うん、それありましたね。結局サッカー選手って要は、うん、サッカーボールを使った上で、うん、より自分のパフォーマンスをいかにこう最大限に出していくかってことが一番 その価値なわけじゃないですか。なるほどね、そうですね、あまりにも、うん、そう、どう考えても一番躍動的だったし、はいはいはい、それは言えますね、一番こう、うん、そう、全員が全員こう、はい、みんなで得点しに行きますってことを打ち出していたチームでもあったんで、はい、なるほど、迷いのなさとかっていうところがかなり出てた気はしましたね、うん、はあ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 、確かにおっしゃる通り、うん、そう、これだから、まあ、これ分かりやすい話、はい、こんなところまで取ってたんだよって話言うと、うん、全チーム、うん、で、まあ、それぞれ、ね、はいはい、1本ずつあたりの話になっちゃいますけど、はい、町田の1本目が僕ら見てきた全試合の中で、一番バックパス数が少なかったです。はあはあはあ、それだけ積極的で。
前を向いておったということですね。我々がだから気持ちも含む、気持ちも前向きにこう見れていたのは、うん、で逆に浦和ファンからしたら、うん、なんでこんなに俺ら押されてんだろうって思っちゃった理由の一つはそれです。明らかにゼルビアが前に気持ちが見えて一番見てて楽しかったチームかもわかんないですね。そうですね、なるほどね。高江レオ選手のゴールなんかも、はい、後ろからのドッカンを決めた、ね、はいはいはい、シーンではありましたが、あのシーンでも要はドッカン行く前にもっと丁寧につないで、はい、1個パス出してワンツーリターンでこうもう1回シュートしに行くなんていろんなこともできたけど、はいはいはい、やっぱり前に向かってパスをするんだ、シュートを打つんだって、そういう意識がそもそも高かったんじゃないかってことで、意識面でも良かったんじゃないかと。他どうでしょう、他のチームなんか仕上がってるなっていうか、あれこれなんかこうコロナ期間をうまく過ごしたんじゃないかなみたいなチームはありました。うん、どこでしょうか。藤枝前吉。おお、はい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 、はい、藤枝は確かジュビロとの対戦でしたね。清水エスパルスです。失礼いたしました、はい大変失礼いたしました、はい、あの面白かったたくさん見すぎて、はい、いやこれは仕方ないですよ、ね、あの我々一応ね、10試合は確かに見ました、 J リーグでじゃあごめんなさい、10チームは見たんですけど、例えばその町田対浦和だって30分を4本見たから、うん、ある意味では2試合見たぐらいな感じですよ。だからメンバーフルチェンジもしてるし、うんうんうん、で他にも清水藤枝戦、岩田沼津戦なんかもいわゆるフルモデルチェンジバージョンで見てたりするから。岩田と沼津、失礼しました、そうだね、そうめちゃくちゃいろんなもの見てるんで、はいはいはい、ごっちゃになるのはむしろ当然です。藤枝も良かったですよ、アグレッシブな感じしましたね。そうこれ、うん、まさにまたまあ、さんさすがでございます、はい、ありがとうございます。でも個人単位で良かったっていう選手になると、はい、うん、あデータマンの目線で言うとね、はいはい、あのジュビロ磐田のルーキー三木直人選手だったりとか、はい、清水エスパルス あの左サイドバックに入った奥井亮選手、はい、この辺りが積極的で、お確かに、はい、特に奥井選手は左サイドバックだって、その元々 そのポジショニングポジションのところから考えても、うんうん、明らかに一人だけ、中ボランチライン、そしてトップ下ラインも超えて、明らかにフォワードウイングのラインまで行ってしまってたので、そうでしたね、非常になんか印象的だったね。そう、それもすごいんですが、はいはい、逆に藤枝は見つけたんですよ、はあ、見つけた弱点というか、はい、この清水の問題点ってものを結構すぐ見つけたチームで、藤枝はそれこそ我々が見てきた全試合の中で最も逆サイドへの展開数が多かった、おお、ほうほう、なるほど。要は左サイドバックの奥井亮選手がスルスルスルっとこう中盤あたりまで上がっていくってことは、はいはいはい、うん、清水フォーバックで守っている中で、はい、センターバック、センターバック、右サイドバック3人しか余ってのいないから、はい、左サイドバックにしてポカーンって開くんですよ、ね、はいはいはい、で藤枝がボール奪って一旦左サイドに出したら、うん、左サイドから今度真逆の右サイドにボーンって展開するんですよ、うん、ほう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 、するとそこって奥井選手が戻ってくるまでの間ドフリーなんですよ、なるほど、スペースめちゃくちゃ、はあはあはあ、ある種あんだけ奥井選手がキレキレだったから、そこが狙い目でもあったということはありますよね、確かにね。そう、で今度逆にそうやってそのポジションを攻められるっていう風になってきたら逆で、勝田選手やっぱり頭がいいから、はい、あ藤枝狙ってきたなってこと分かって、ちょっと左にずれるようになったんですよ、はあ、なるほどね。でそうすると今度、はあ、バウド選手センターバックが真ん中に位置して、はあ、宮本選手がずれて3バックの状態になったんです、はあ、ただ宮本選手右サイドバックの宮本選手は上背はないんです、はい、だから今度は藤枝側は右から逆サイド、うん、左側に展開して宮本と競らせようっていうか、はあはあ、なるほどね、見えてますね、相変わらず先生もうキレキレの、面白いなと思って、もうレビュープレビューがもう早く来ないかなぐらいのトーンで先生のこれ久しぶりに先生のエンジンがねこんなに上がったことないからね、もうだから、はい、あのいわゆる J1 と J3 ってカテゴリー的に言ったら2つ離れてはいるじゃないですか、あそうですね、そういうゲームが多かったですもんね、はいはい、そうで、うん、確かにじゃ4月とかも練習試合をやってたけど、はい、例えば清水はやっぱり今年から監督もやっぱり変わってちょっとポジショニングよりつなぐようになってとかいろいろ変わったところはあったけど、はい、試合の中で早速だからすぐ相手の状況を掴んで、はい、逆サイドに展開すればいいんじゃないか、単純にストレートボールで右サイド、うん、右サイドの選手でそのままやっていくじゃなくて、あえて揺さぶりをかけるために逆サイド逆サイド自分たちの強みも生かしながら相手の弱みをうまくついていこうってことをしていたのが、はい、すごくこれあの選手たちそれぞれ その、うん、今ここでこれをしなきゃいけないんだってことをポン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 頭の中でこう展開させて、はい、やっていた姿がすごく印象的だったな。なるほどね、これは期待できますか、はい、これ J1 チームとかだと気になったチームはどこでした？
J1 チームで気になったチームで言えば、まあ、いや、いいところも悪いところもあるでしょうけども、それはね、レッツなんですよ。おー、はいはいはい。ちょっと町田と対しまして、ちょっとね、あの調子出てないんじゃないかという印象もありましたけれども、まあそれはまあ言えなかったですけど、それはただどちらかというと、あの単純にもしかするとなんですけど、目標の設定の仕方がそもそも違かったんじゃないのかなってのもあるんですよ、あの試合に対するってこと。そう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 、やっぱりもともと浦和としては4バックではなく、もともと3バックのチームなんですよね。はいはいはい。で、今年になって、やっぱ大槻監督もやってるのが、やっぱり3じゃなくて4でやっていこうって話を、はい、そうですね。していたところがあって、はい、で、まあ、その中で誤算だったのが、山中選手が超序盤に、怪我しちゃった。いなくなってしまったのが、はい、ちょっとそこがかわいそうだったなと思っていて、もしかすると途中で、あの攻め込まれる展開になった時にディフェンダーたちはどうすればいいのかっていうところ、いわゆる自分たちが押し込む側のトレーニングしてるよりかは、押された時にどうするかっていうその対応の方を見ていたんじゃないかなって本当に思うぐらいだったんですよ、ね、見ていた大槻監督が。そう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 、なるほど。でそこからカウンターで、いわゆる両サイドの選手がどうやって前線まで踏み込んでってシュートまでの位置まで持っていくかとか、どのポジションで奪いかかった方がいいのかってことを、なんかそれぞれの選手がよく調整してるように見えたんですよね。なるほど。でそれがただよく見えるようになってきたのが、あの特に2本目の終盤から3本目にかけてっていうところで、ちょうどあれは獲得いつだったのかな、 J リーグだから第一節の試合が行われる前後のところで、あのオーストラリア U23 代表のトーマス・デン選手っていうのを取ったんですよ、はい、は、はいはいはい、そうですよね、センターバック、そうそう、はい、あのセンターバックの右で主にプレーしてたんですけど、もともとミル赤っぽいカラーリングで言えば青水色の選手なんですよ、はい、はいはいはい、サイドバックもできる選手という、うんうん、どっちもできるね、そうそう、で、うん、彼はただ開幕戦出なかったので、いわゆる浦和サポの方々としても、うん、あいつは一体どれぐらいの選手なのかってことはみんな分かんなかった、はいはいはい、だからすごく落ち着いてまずはプレーをしていて、で刈り取るポジションとかっていうのも、うん、大体はあの右のハーフスペースで奪おうっていう仕草がめちゃくちゃ多かったんですよ、はい、で自分がボール持ってそのまま誰かにパス、あのそのまま前線にこうクロス渡すんじゃなくて、フィード渡すんじゃなくて、うん、隣にいた岩波選手にセーフティーのボール出したりだとか、はいはいはい、走ってる様をすぐ見つけたら橋岡選手に出すとかっていう、はい、それぞれだからすごいな、はいはい、それぞれあの、うん、それぞれのチームメイト その得意なプレーだとか分かった上で、ボール供給してる様だとかもあったので、はい、あれこれ最終ライン の刈り取り屋役としてはかなり適してるんじゃないのかなと思って、すごくトーマス・デンで奪い切ろうっていうのがあったのかな。あの中でもこう評価が上がったわけですね。そうですね。はあ、はあ、なるほど。これは先生もあれだね、図解で見せてるような内容でしたね、今日はね。いやー、雑談ふんわりしようと思ったら、これ、またこれ先生、インしちゃうから、まだ。始まってませんよ、シーズンは。もう始まってるようなもんだから。そのぐらいね、嬉しいってことですよね。あとね、もう一個ちょっと気になったポイントを言った、はいはいはい、これもあの皆さん向けに言いたい、まさにそうですよ、はいはい、教えてください。あのね、うん、何何、一番あの そんなこと言ってきたけど、はい、一番まとまってるなと思ったチームは正直ジュビロさんだったんですよ、はい、ほう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 、ジュビロの3本目、ま、まとまってるんじゃないか、ほうほうほう、そうそう、へ、でもじゃあなんでだろうって後から考えたときに、はいはい、あ、そっか、一番スタメンっぽいチームだったなと思っていて、うん、ああなるほどね、いわゆる11人が、あ、うん、確かにスタメンだろうなっていう、けど他のメンバーとか他のチーム見ていくと、うん、必ずしもそうかっていうところはあったんですよ、はい、まあ、じゃあなんでそうか、テストもあるしね、そうそう、じゃあなんでそういうじゃないんだろうと思った結果、はいはいはい、あ、なるほどと、うん、今年残りのその33、34、41試合、はいはい、いわゆるスタメン各組だけでプレーする機会ってないんじゃないかと、あー、なるほどね、そう、あー面白い、過密日程だから AB チームの均衡を取りたいからっていうことね、そうそうそう、どっちを A にするとかじゃないみたいな、テストしなきゃいけないってこと、要は今まで我々いろんな台所事情シリーズとか、あと王者のレシピなんてことやってる時も、優勝チームのデータね、歴代、はい、大体
あのいわゆる長いグラフになる人というか、はい、シーズンの中で 50% 以上の出場率を誇る選手っていうのは、各チームの中でやっぱ12、3人だったんですよね。そうですね、はい、それでシーズンをまあほぼ回したと。そうそう、だからゴールキーパー除けば、フィールドプレイヤーは大体12人すると、それをだから半分に6、6に分けて、それ以外の4人の選手はもともとベンチとかベンチ外組から入ってきて、はいはいはい、それが一つの A チーム、まあ、あるみたいなね、これぞ A チーム、B チームみたいな感じで分けて、どっち行っても大丈夫みたいなことを作ろうとしてるのかなってこと。なるほどね。そう、ああもう優劣で作るというかね、均衡でどっちも戦えるチームにしないといけないってことだもんね。そうなんですよ。わあ、これは大変だなって思う反面、見てる方はなんか面白いね。そうですね、だからそれも含めてトレーニングマッチで、例えば勝った負けだって僕あんまり関係しなくていいと思ってる、はいはい、あ、今回はね。なるほど。そうはあ、そういう、これ新リーグだと思った方がいいね。新しいレギュレーションのこう、ね、アナザーリーグみたいな側面も内容的にあるんじゃないかということですね。そうですね。だから、もしかしたらチームによっては、はい、いわゆる僕、今年は本当、ミルワカのレビューでも、あの勝敗に関して言及することがあんまりしないかなと思って。なるほど、なるほど。序盤で、むしろ、多分ね、連敗するチーム、何チームかあると思います、正直。3連敗、4連敗とか。それはなぜそう思うんですか？いわゆる、あえて、その若手組をもう今シーズン、もうがっつり使っていくから、なるほど、負けたっていいから、いわゆる最初のうちはもうトライ、もう投資するため、時間投資です。はなるほどね。だからそういうチームこそブレずにやっていったら、11月、12月になって、その若手組が異常なまでに力発揮して、連勝街道を乗ってるって感じがあると思います。伸び盛りの若手をこのチャンスを使って、しかも降格がないわけだから、来シーズンに向かってもいいわけだもんね。そうですね、しかもこのいわゆる今回再開のタイミングとか2度目の開幕みたいなもんじゃないですか。はいはい、本当そうですよ。そこでスタメンに選ばれたら、あ、俺いけるかもしれないって、うん、そこの責任を与えるっていうことも付与できるので、この1年の過ごし方じゃ面白いね先生。チームのこれからのフェーズ、縁を握る、うん、何年間かこのね、うん、そう、柱になるような世代が育てるみたいな意味がある年になるかもしれないね。あると思うんですよ。面白い、なるほどね、うん、はい、なんか知らんやつ出てるなとか、いやいや一軍でいけやとかじゃないね。うん、なるほどね。そういう見方をすれば今シーズンはより楽しめる気がしてまいりました。楽しめる、絶対楽しめる。はあ、はあ、そういうことか。はい、ある種推しチームの22人を注目すべきってことなんだね。そうですね。はあ、もっとか。うわー、なるほどなるほど。しっかり見ていった方がいいですね。2020いろいろありまして、始まるいよいよね J リーグですけれども、うん、まあ再開する J リーグですけれども、うん、新しい意味合いで見方で見ていくっていう見方も一つあるんじゃないかなと今教わった。そうですね、気持ちでございます、うん、ありがとうございます、はい。うん、また我々は2日に多分ちょっとだけですけど、はい、今回2時間3時間ぐらいだけだと思いますけど、はい、また見られたらなと思いますので。あ、そうですね、同時視聴配信をやっておりますので、試合中もねリアルタイムで先生がねデータマンのデータを、公開しながら、独特のね、解説をしてくれますので、私は鼻くそをじりながらねわーわー言ってるだけなんでね、はい、楽しみに来てください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。サッカー情報ね、始まると本当に過密で忙しくなってまいりますので、お耳で楽しむサッカー情報を我々お伝えできればなと思っております、うん、ぜひチャンネル登録してくださいませ。お願いします。はい、最後までありがとうございました。井上真央でございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。